どうも皆さんこんにちは、アミタです。昨日ついに明日から開幕する大相撲9月場所の初日、そして2日目の終わりが発表されました。そして明日からいよいよ開幕というところで、秋場所もうね、早く見たいなと。15日間どんなドラマが待っているんでしょうかというところなんですけども、今日はその発表された初日と2日目の取り組みの中で、これだけは絶対に押さえておきたいと思う10個のね、注目の取り組みをピックアップしてきたので、それをね、皆さんに伝えていきたいと思います。まあ、もちろん全ての対戦が楽しみなんですけど、その中でも個人的にやっぱりね、これだけは見逃したくないなと思う10の取り組みを10両そして幕内から選んできたので、最後まで聞いていってください。まず1つ目の注目の取り組みが大の里対朝紅龍となっています。これは明日初日ですね。この2人は3場所連続での対戦となります。現在なんと朝紅龍が2連勝中となっています。大の里朝紅龍ともに今場所からの新十両となっています。特に朝紅龍は石崎から改名して朝紅龍となりました。まあ、この2人はね、ともに日体大の出身として、まあ、学年はね2つ違いで朝紅龍が2つ上なんですけども、2年間ともに戦ってきたという、まあ、そういう仲間でもありますね。まあ、思えば2場所前大の里のデビューの場所で初日に対戦し、そして大の里に黒星をつけたのがこの朝紅龍という力士でしたね。とにかく、まあ、大の里はねもう言うまでもないんですけど、朝紅龍めちゃくちゃがたいよくて、肩の筋肉とかね、もう盛り上がっててね、非常にこうおかしなでいい意味ですけども、おかしな体をしています。大の里はね、ちょっと下からこうあてがってくる、あまり体の大きくない力士っていうものが苦手、あとね土俵際がちょっと不安があるというので、まあ、朝紅龍はねちょっとやりにくい相手なのかなと思います。対して朝紅龍はまあ何回もね稽古もしてきた相手だし、2連勝中ということでね、ここで勝って一気にといきたいところかもしれません。まあ、15分の1なんですけども、共に新十両、そしてね大事な初日ということで、勝ちたいことはね間違いないと思います。どんな相撲になるのか、大の里さすがに3連敗はしたくないでしょうからね、かなり注目ですね。そして次がこちらも十両初日ですね、紀宝対高橋となっています。紀宝が先場所の新十両、そして高橋は今場所の新十両となっています。この2人実は同い年なんですよね。そして共に学生出身の力士ということで、学生時代からもう本当にね何回も何回も戦ってきた仲だと思います。さらに大学4年時には紀宝が日大の主将、そして高橋が日体大の主将として、まあ本当にねしのぎを削った仲だと思います。まあ、共に学生時代からね強かったので、対戦もね何回もあったかと思います。高校、まあ、中学ぐらいからもしかしたら対戦あったかもしれませんね。紀宝は場所前のインタビューで、まあ、この学生出身の、ね、力士が増えてきたことに関して、学生時代に戻ったみたいですねと、みんな昔からしのぎを削ってきたの楽しみですということを言っていました。まあ、大学時代は日大そして日体大という共に強豪校を背負って戦いました。現在は宮城野部屋そして二所ノ関部屋と共にこう各界でね、これからなんていうんだろうな、中心となっていきそうな部屋を代表というわけでもないですけども、こう背負ってね戦うことになります。どんな相撲になるのか、かなりね僕はこれはね注目していますね。そして3つ目がこちらも十両初日の北の若対大奄美ですね。北の若、今場所こそ覚醒の予感が個人的にかなりしている力士ですね。まあ、非常に注目度が高いというのはもう何度もね僕の動画でも言ってきました。先日の稽古総見でもね、非常にこう意欲的に稽古をしていた北の若対して大奄美ですが、先場所は十両の優勝決定戦まで行きましたね。まあ、僕も日大の同い年、当時キャプテンでしたけども、大奄美がまだまだこう力があるぞというところはね、先場所の十両優勝同点で証明したと思います。対戦成績としてはね、現在北の若が2連勝中なんですけども、どうなるのかなという感じですね。今場所の北の若のフィーバーのためにもぜひ初日勝ってほしいんですけども、まあ、でも大奄美をね大学の同級生ということで、こちらにも勝ってほしいという、
まあ、個人的にね、非常になんかどちらにも勝ってほしいし負けてほしくないと、そんな一番となっています。さあそして次は幕内入ります。初日、熱海富士対琴勝峰ですね。これも楽しみですよね。熱海富士といえば今場所返り入幕を果たした、現在まだ21歳と、まあ、超若手と言ってもいい返り入幕の力士ですね。対して琴勝峰、現在24歳、まだまだ若手、まだ若手と言ってもいい年齢でしょうね。この琴勝峰も幕内経験はね、もう長くなってきたんですが、当初の勢いほどこう、なんて言うんだろうな、伸び悩んでいるなという感じはしますね。超若手の有望力士と、そして若手だけど伸び悩む力士、この2人の対戦ね、まあ、非常に楽しみかなと思います。ともにこうね、体も大きいですし、身長は琴勝峰の方が大きいと思うんですが、熱海富士の方がね、体重あるので、どうでしょうかね、四つに組んだら難しいかもしれません。まあ、この2人過去の対戦成績はありません。年齢は熱海富士が21歳、琴勝峰が24歳と、まあね、若い力士の対決となっています。ともに初日絶対落とせないと思うので楽しみですね。さあそして5番目が初日、豪ノ山対湘南の海となっています。非常に勢いのある注目の力士同士の一番ですね。先場所は共に新入幕で2桁勝利、敢闘賞を受賞しました。豪ノ山はゴリゴリの押し相撲、対して湘南の海はとにかく体が大きくて左四つ、胸を合わせると強いし、合わせなくても強いと、いろんな動きをしてくるということで、全くタイプの違った力士となっています。共に幕内2場所目、しかも同い年なんですよね。まあ、十両でもね、何度も対戦があるので、初めての対戦というわけではないんですけどもね。先場所は湘南の海が勝ちました。ただその前3場所は湘南の豪ノ山が3連勝しています。そしてその前には湘南の海が勝つということで、2勝3敗ですかね、5場所連続で当たっています。まあ、非常にこう力がね、似通ってきているといった感じの力士なんですけども、まあ楽しみですよね。この一番も楽しみだし、この2人の活躍っていうね、今後のこの場所の活躍っていうのも楽しみなので、まあ、ぜひこう注目したいなと思います。さあそして折り返しとなりました、6番目に注目したいのが初日の朝乃山対若元春ですね。朝乃山ちょっと怪我で不安が残る状態となっていますが、初日関脇の若元春相手にどこまでやれるのかっていうのはね、楽しみですね。先場所は初対戦となって朝乃山が勝利しました。これにより朝乃山勝ち越しを決め、若元春は2桁勝利を逃すといった形だったんですけども、まあなんかそういうね、妙な因縁もありますね。この2人は同い年となっていて、共に四つ相撲ですが、右四つの朝乃山、左四つの若元春と喧嘩四つとなっています。まあ、どちらもやっぱり初日っていうのは落とせないですし、若元春は大関取りを目指しての今場所、そして朝乃山は三役復帰を目指してと、共に大事な場所となっています。年齢的にもね、今年30歳になる、今年度30歳になる年ですから、もうねもたもたしてられない2人がどうなるのか楽しみですね。がっちり右四つで胸合わせたら朝乃山だと思います。左四つになったら若元春だけども、やっぱり朝乃山の方がね、大きいですから、重いですからね、立ち合いから一気にってなると朝乃山かもしれません。若元春からしたら、もう立ち合いで相手を止めて左四つになりたい、そんな感じかもしれませんね。さあそして7番目、次が2日目の取り組みですね。こちらは朝乃山対琴ノ若となっています。これはね、楽しみですよね。この2人今まで対戦はありません。まあ、朝乃山がね、大関だった頃、琴ノ若っていうのはまだまだこうね、伸びてくる時期で幕内上位にはいませんでした。ただ朝乃山、謹慎明けで帰ってきたら琴ノ若、関脇で新大関を目指そうかという感じとなっています。共に四つ相撲なんですが、朝乃山右四つ、琴ノ若は右四つなんだけどもろ差しという感じですかね。胸合わせたらどうなるのかな。どちらもね、四つ相撲強いですけどもといった感じですね。これはね、かなり楽しみですよね。琴ノ若も本当に力つけてきていますから、朝乃山もね、なかなか苦しい戦いになるとは思います。
まあ、逆にね琴ノ若も簡単に勝てる相手ではないというところで、いやーやっぱりこれが大相撲のね幕内上位って感じのねいい取り組みですね。2日目行われます。非常に楽しみ。朝乃山関脇との2連戦というところでね、2桁勝利を目指すには若元春琴ノ若最低でもどちらかにはね勝たないとっていう感じだと思います。非常に楽しみ。さあそして8番目、これが2日目の取り組みですね。錦木対貴景勝ですよね。錦木さん今場所で新小結びということでスロー出世なんですけども、まあじわじわと番付を伸ばしてね、先場所は本当に強かったですよね。もう三役ほとんど倒しちゃった、まあ、この2人対戦成績としては貴景勝がダブルスコアで勝ち越しているんですが、なんと現在錦木さんが2連勝中となっています。まあ一つは不戦勝なんですけどね。といったところでどうなんでしょうかね。貴景勝も怪我明けでね、その 100% とはいかないかもしれないし、錦木さんも先日肉離れという報道もありました。まあどちらも手負いですよね。そうなると貴景勝の方がね有利なのは間違いないとは思うんですが、先場所の錦木見てるとねっていうのもありますよね。これ結構楽しみですね。現在の出足があまりこうフルではない貴景勝が腰の重い錦木を押せるのかというところもありますね。組み止めたら錦木さんもだいぶチャンスあると思いますね。まあ怪我が心配ですけどね、お互いにね。そして9番目が2日目、豊昇龍対北勝富士となります。この2人は先場所の優勝決定戦を戦った2人ですよね。共に12勝3敗で優勝決定戦では豊昇龍が勝って優勝を決めました。ただ本割では北勝富士が勝ったという経緯もあり、まあどうなんでしょうね。どっちが、有利、まあ豊昇龍の方が有利かもしれませんね。新大関として迎える場所でいきなり先場所のね本割で負けた相手っていうのはやりづらいかもしれません。まあ今の勢い的にはやっぱり豊昇龍の方が勝つ可能性は高いとは思うんですが、まあ、北勝富士もね先場所は悔しい思いしてますから、ここはやっぱりやっておきたいというのがあると思います。久々のね幕内上位に戻ってきたというのもあるので、そういう意味でもね楽しみですよね。新大関としてあまりこう気負わずにね攻めることができたら豊昇龍だと思うんですけども、先場所もやっぱ本割の相撲では後手後手に回ってしまって北勝富士のね攻めにこう受けに回ってやられてしまいましたから、新大関というプレッシャーがこう悪い風に作用するとねっていうのはあるかもしれませんね。北勝富士としても先場所はいい相撲で勝っているので、本割でね、まあ、それをやっぱりこうもう一回というのはあると思う、いいイメージもあると思います、まあ、負けたといえね優勝決定戦で、まあなのでねかなりこう注目ですね。2日目に行われます。さあそして最後は初日結びの一番、霧島対翔猿ですね。霧島先場所は負け越してカド番となりました。対して翔猿は帰り小結び、帰り三役となっています。まあ、この2人ね実は霧島が5勝7敗と負け越してるんですよね。霧島としては非常にこう合い口がねあまりよろしくない力士となっています。自分よりね番付が下の力士の中ではね、先場所も当たって先場所は翔猿が勝利していますね。ただ過去6場所6連続で対戦していて3勝3敗とこう全くの五分となっています。まあ、先場所はね霧島は怪我があったのでそれで勝ったのかなと、翔猿それで勝てたのかなと思いきや、そんなことはないと。大関取りでガンガンやっている時の霧島にも対しても五分なので、これはね非常にこう楽しみな取り組みになるんじゃないかなと思います。まあ、霧島今場所は優勝を目指し、そして横綱もという場所ですね。翔猿はねちょっとこうあまりコンディション的にはねっていうところがあるみたいな噂を聞いたので、まあ、どうなるかわからないんですけども、まあ注目ですね。霧島としては油断できる相手ではない、まあ、もちろん相手が小結び三役っていうのもあるんですけども、どの一番もね気は抜けないんですけども、ここでやっぱりこうね土をつけてしまうとねっていうのもありますから、優勝候補
のヒットクラスとはいえ、とはいえカド番というのもありますから、まあ、普通にしたら負け越すというのは考えづらいけどね、霧島ね。まあ霧島は優勝争いしてほしいと思いつつ、翔猿にもやっぱり勝って関脇目指してほしいっていうのもありますから、まあ、ちょっとね、これは難しい一番ですね。はい、ということで明日明後日に行われる初日2日目秋場所の注目の取り組み10個紹介していきました。まあ、個人的な注目の取り組みなので皆さんそれぞれあるとは思います。まあ、明日からね秋場所どんな相撲が待っているのかな、2週間後どんな結末になっているのか、まあ、全く予想できないんですけど、何が起こっても楽しみというそういう心構えでねやっていきたいと思います。ということで明日から大相撲秋場所です。できる限り毎日動画上げていきたいと思います。途中でねちょっとアメリカに出張とかにまた行ってしまうので、なんか場所中アメリカ行ってること多いなって気もするんですけども、まあまあまあ、できる限りやっていきたいと思います。ということで皆さんまた明日からもよろしくお願いします。終わり、アディオス。